セミの鳴き声が聞こえると今年も夏が来たんだなって思う。でも季節は変わっても僕の心はなんだかずっと変わり映えがしなくて、僕はなんで生まれてきたんだろう、僕は何のために生きてるんだろうってずっと考えてる。多分みんな一度は考えたことがあるんじゃないかな。じゃあなんで人は生まれて考えて死んでいくんだろう。あ、向こうから電車がやってくる。そうだ、気分転換に電車でも追いかけてみようかな。走る列車を僕は追いかけて、田んぼを横に風を切り、大きな橋を越えて馬のように駆けて行くんだ。走る列車に僕は飛び乗って、上に寝そべり空を眺め、大きな雲を越えて虹のように駆けて行くんだ。僕の生きる世界では列車も田んぼも僕も全部息をしてただ暮らしてるだけさ。ああ暑いね。なんだ、生きるってただ生きるだけなんだね。